ハイタイ、リュウダイアイビーン。みなさん、こんにちは。今週もリュウダイアイビーンの時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは、琉球大学理学部、3年次の若菜と、工学部3年次の桃香と、工学部3年次の桃代です。この番組は、現役留大生が琉球大学や研究、沖縄について先生や学生と語り、留大や沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役生の皆さんに魅力をお伝えしようという番組です。はい。はい、早速、お久しぶりです。久しぶりの生放送。高穂さん、コメントたくさんありがとうございます。学校の放送室みたいよね。いや、本当ですね。ちょっと、初めての、このね、画角。ここで給食食べたいな。本当ね。なんか、みんな、キンコンカンコンとか。ね、ちょっと、ありがとうございます。ね、久しぶりの生放送でしたけど。はい。今もね、なお、この後ろでは、いろいろね、FM 宜野湾の、改装工事が行われています。素晴らしいですね。楽しみですね。本日 YouTube の生配信はないんですけれど、後からアーカイブで公開されるみたいなので、はい、楽しみにご覧ください。はい、コメントを待ってます。はい、久しぶりっていうか初めてですね、女子3人。いや、本当にすごい。3年目の女子3人です。お願いします。ももかーです。もようです。ね、ややこしいです。そう、なんかね、シナリオ書いてる時も、ももか、ももよって、ちょっとなんか、ももみたいな。同じでいいんじゃない？そう。工学部3年次のモモまで予測変換で出てくるようになってたから。一生使わないやつね。そうそうそう。私は使わないんだけどなって思いながら。もう4年次だからね。そう、もうすぐ。次出るときは4年次かもしれない。早すぎます。やばいね。まばたきしてたら3年になってたね。やばいね。大学3年間何したって。そう、ほんとね、なんか、やばい。1年だよって。FM 宜野湾に住んでました。ほんとね。やばいですね。こんな感じで今日は行きます。はい、今日はちょっとゆったりと緩めのトーク会です。はい。もし現役大学生の質問、また琉球大学、すいません、琉大ブロードキャスト部や琉大 IB について質問がある方は、はい、ぜひぜひツイキャスでコメント待ってます。何でも答えられます。はい。それでは CM の後、私たち3年生のリアルな悩みについてお届けします。はい。琉大 IB をお聞きの皆さん、こんにちは。改めまして、本日のパーソナリティは、琉球大学理学部3年次の若菜と、工学部3年次の桃代と、
工学部3年次のももかでお送りしています。はい、よろしくお願いします。ももよとももかですね。はい、お願いします。お願いします。よく迷いますね。Z さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今回は大学生女子3人、3年生の女子3人でお届けしているので、はい、ぜひぜひ質問たくさんお待ちしてます。後日ということで違うスタジオで、はい、第2スタジオ、初めてのスタジオで、はい、ね、放送事故になりかけてたよ。すいません。で、歴長い人から頑張ってよ。あれって行く考えよ、ね、私一番遠い。次から言います。ではここからはよくね、人生の夏休みと言われる大学生生活ですが、はい、実は大変なんだぞっていうことをアピールしていこうかなと思っています。いや、そうですね、はい、まずね、3年生のこの時期といえばね、ちょっと嫌ですけど、よく話になるのが就活、うん、それか院に進む院進についてですね、うん、はい。あ、よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけます。ね、まず就活か院進か、すいませんね、こんな話になっちゃう。いや、楽しんでいいです。私は工学部の3年次 の、 あのエネルギー環境工学コースっていうところなんですけれど、私は、就職にもう舵を切りましたって言っています。はい、なんか工学部ってね、勝手になんか院に進むの人が多いのかなって思ってたけど。院に進むメリットは専門性を高められるし、それこそ出た後の出た卒業した後にその学んだことだったり研究したことを生かした職につけるっていうのがすごいいっぱいメリットだと思うんですけど、院に行かないで就職するメリットは多分あのすぐなんかキャリアを積むことができるとかっていうのがあるのかなって思いますね。まあ、人それぞれって感じです。中江も同じ工学部のエネカンなんですけど、どうですか？エネカンなんですけど、就活ですね。就活なんですか？はい、就活です。はい、妊娠でもちょっとはよりちょっとはより。ああ、そうね。久保さん、ありがとうございます。はい、海外留学も選択肢ありますよね。そうですね。そうですね。私たちはみんな、なんていうか、理系、どっちかっていうと理系なんですけど、ね、国際地域創造学部っていうのが留大にはあって、はい、そこの学部の人はよく留学に行ってるのかなってイメージがありますね。あと、人文の琉球アジアの方の子とかも結構なんか、それこそ、タイに留学に行くとか、結構台湾にちょっと短期で行くとかもありますし、あとちょっと覚えてらっしゃる方もしかしているかもしれないですけど、元厚さんを先輩たち、先輩方が、私たちの先輩ですね、はい、がいるんですけど、あの留大 IB のメンバー2人、2人して理学部なんですけど、ヨーロッパの方に留学に行かれてて、この間帰ってきたみたいな感じで休学されてて、たのかなっていうとかもあるので、全然理系だからって、ね、そう学部だからいけるいけないじゃなくて、うんうん、興味がある人が多いって感じですね。ワーホリなんですけど、その先輩たちは留学っていうよりかは、なんですけど、めっちゃ楽しんでるからいいなと思って、うん、いろんなことできるわと思って、うん、本当にすごいなと思います。工学部あ、本当？うん、なんか前、工学部の会で GE プログラムっていうのなんですけど、インバで、もう面接とかなしでいけると、高校では留学に行って、かつ、ケーキ、4年と2年の間に、留年しなくても、あの卒業でき、かつ留学できるっていう、ああ、はい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 。それがいいのかなっていうところではあります。ストレートで行けるけど、行けるし、その中で留学も行けるっていうことで、ね、おすすめではある。場所的にはなんか、どこだっけ、なんか、アジアとかだっけ、なんか、結構どこでも行ける、なんかシンガポールとか行ってた気がするけど、そうだったら、うん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 、私なんか行くことが条件だと思ってた、海外の研修にみたいな。あ、そうなんだ、行ってもいいっていう制度。あ、そうなんだ、知らなかった。なんか情報はいっぱい入って、うんうんうん、先生から、あ、私入ってるのですごい工事の音聞こえません。でも、マイク入ってるから大丈夫かな。私たちだけが聞こえてる。ちょっと入ってます。まあ、臨場感ということで、すごいね、どんどん聞こえなと思って。工事中でしか聞けないから、これはマジで。そうですね。いや、私、じゃあ簡単に。私はまあ、就職かなと思ってて、
理学部は基本的に院に進む人が私の周りは多くて、あんまりこうね、就活の相談できるような状況でもないんですけど、私はもう就職しようかな、お金稼ごうって思ってます。でもやっぱり私は天気を学んでるんですけど、はい、そういう会社に行くとやっぱり大学院生が多いので、なんか学部生はちょっと頑張ってアピールしないと難しいんだなってちょっと思いますけどね。うんうん、そうですね。ジェットさん、あ、どうぞ。コメントありがとうございます。留大の工学部と理学部ってどこが違いますか？そうですね、理学部は理科で学ぶ生物、化学、物理、地学。まあ、地学来年から地球環境系に変わっちゃうんですけど。ああ、なんか言ってましたね。そうそうそう、なんかちょっと意識。そう、なんかね、SDGs の名前になっちゃった。そうそうそう。エネルギー環境工学コースもだいぶ意識してるよね。確かに。そう、そういう、なんか理科を学んでるっていうイメージですね。ああ、まあ、数学科もあるんですけど、数学科か理科って感じです。工学部は何ですか？そうですね。エネカンで言うと、ちょっと理科っぽくいいことをしてる、あの研究室とかもあるんですけど、私の研究室とかもそうなんですけど、建築とか機械系のところとかもあるので、そこで言ったら理学部がなんか数学とか物理の基本的なことだとか、それこそ天気とか地面を研究するのに対して、工学部はなんか使い方みたいな、数学を勉強した後に、なんか、それを利用してなんか構造物を考えるとか、機械の設計をするとか書くとかが主になるのかな。利用するっていうか、なるほどね。理論を学ぶ、学部は理論を学んで、工学部はそれをどう活用するか。あ、確かにそうかもしれないですね。そう、なんか工学部の人と話してると、こうプログラミングやってたとか、何かをこう作ったみたいな話をよく聞くんですけど、私たちはもうひたすら計算かなって。なんかまだそれをじゃあ社会に出て活用しますっていうのは、多分院に進んでからなのかなってちょっと感じますね。でもまあ楽しいんですけどね。そうそうそう、両方楽しいと思いますよ。楽しい、はい、自分がどっちに向いてるかとかだと思います。あとはコメント、いわゆる理系女ですね。中尾さん、ありがとうございます。どうですか、理系女ってことは。結構好きなんですよ。私も結構好き。なんかね、今そう男女差別だとか言われてるけど、結構なんかね、理系女、かっこいいみたいな。エアだねって結構言われるから。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。進んでよかったな、みたいな。そう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 。ちょっと嬉しいよね。なんか言われると思ってなかったから、そのなんかやってる時はなんか。そうだね、受験はね、そうなんか、気づいたらそうなってた。気づいたらなんかそのクラスでもう理系って分かれてるから、周りに全然理系の女子みたいな、パンと入ってみるんです。ね、え、いないみたいな。学部に女子は何人でしたっけ？学部学科？コース2位は、4人。50何人いて4人。もう、すごいね。全然普通の方で。そうなんだ。受験の時ですっごいびっくりした。うん、覚えてるね。男子しかいないわ、読み渡した。あ、そう、確かに。うん、まあでもそんなやること変わんないね。うん、入ってからもそうだし、ね、物理勉強してる時も同じ女子とか、撮ってる人たちの女子少ないけど、みんなで頑張るし。コメントにもありますよ。わからない。そう、ジェットさんありがとうございます。わからないところがあっても、女性が少ないって方もあって、男子学生に教えて、優しく教えてもらえるんでしょって。男子学生には別に私。心がどっこいなんですよ。え、私めっちゃ教えてた。いいな、いいな。え、多分それはなんか女子だからっていうよりか、仲良だから、なんかいろんな人に聞き、そうそう、なんか、先生にもめっちゃ行くし、誰からかまず、めっちゃ聞きに行くから。研究室の先生と仲いいでしょ。素敵だなと思います。やめてください。タコ分析みたいな。DM 送ってみた。マジで？コミュ力って。そういう DM 送れるコミュ力。間違いない。これで何日か頑張れる。すごいな。自己分析のためにやったけど。いや、学部はってまとめちゃいけないよね。私たちの周りは女子が割とみんなしっかりしてるんで、みんな男子は女子にちょっと慣れ教えて。やってますね。私は頼られないんですけど。あれあれ。ちょっとね、フットワークが重いからまだ出てかないけど、ちょっと今学校で課題やってるからちょっと来てよって夜中に呼び出してたあるみたいな。でみんな夜な夜な課題やってますね。お
バカなの同じコースの友達が一人いるんですけど、居酒屋でバイトしてて一緒に、そうなんですけど、なんか、え、この後なんかあるのみたいな、急いで育ってからね、あれのビートってちょっとポートするわ、そうそうそう、いや、帰って行って、私、バカながよくやってるよね、今日わかってね、レポートあるから絶対帰るの結構あ、うん、何もないときは、行こうぞどこでも、そうそうそう。けど課題をね、キュキュキュってなんか、一定期間に詰めちゃう傾向があるから。あ、なるほどね。いや、でもそういうの大事だよ。そういう、見てる人もいるから、うん。でもなんか、あんまりね、男子女子ってあるの？いい意味で女子扱いはされないとか。平等性も、先生もなんか多分、話しかけて、なんか別にみんなに優しいけど、なんか質問しに来る人にはちゃんと答えるし、みたいな、なんか、っていうよりかはなんか、そうなんね、ないと思うし、あ、ここでありますって言ったらちょっとやばい。確かに。体感的にはない。うん、まあでも、まあ、楽しくやってる。いや、でもすごいな、工学部の女子少ないってイメージだから、すごいなーって、やっぱり旗から見たら思っちゃう。あ、でもなんか社会基盤とか建築とかは女子の割合がちょっと多いみたいな。多いで、ね、っていうぐらいかな。機械とかはなんかもう一時期ゼロ人みたいな、同期ゼロ人みたいな、あってなんか、ね、そこまで行っちゃうとなんか逆にあそのコースの男の子から話聞いたんですけど、なんか話しかけていいのか分かんなくてみたいなのがあって、なんか一人でいさせてちょっと申し訳ないみたいなのがあるらしくて、そこまで行ったらそういうのあるらしいです。何人かいたら、まあ、全然みんなルールでなるし、ちょっと多めのサークルとか入れば、なんか同じコースのつながりとかできて、ちょっとずつ、なんか、人と人と友達の友達は友達っていうのがつながっていくから。確かに、意外とつながってるからね。っていうのは思うね。確かに。学部紹介。アピールしていたね。いや、本当に。今年のあれですか、その、流大の倍率見ました？ほほー、見てない。いや、私なんかいつも毎年するの結構楽しみで、自分の学部見ちゃって。お、今年は倍率は上がってたかな？ 2.8 かな。おー、え、自分のコース理学部全体？あ、そうそうそう。いや、自分のコース。あー、あー、いつまでぐらい？私は、2.4 とか5ぐらいで入って、うん、私の次の年は多分その、まあ、2.7 ぐらいちょっと下がって、なんかありますよね、なんかみたいな、こういう1年ごとに、そういや、なんかしかも天気って、天気というか気象学ってなるたりとかすると、ちょっと私が気象学が好きなので、その話になっちゃうんですけど、はい、ちょいちょいドラマで撮られたりするんですよ。前、朝ドラで、うん、あの気象予報士をメインにした朝ドラがやってたり、うんうん、今回の春4月からも、なんか、そういう気象庁のちょっと関わってるドラマがやるらしい。多分そういうので、ちょっと倍率がまた変わっていくのかな、あ、確かにもう理学部進むって決めてて、何を対象にしようかなってしてたらそうなる。ドラマ見てて、え、なんかいいじゃんっていう人も多分少なからずいるのかなって思います。私がそう朝ドラやった時は、いや、やばいやばい、私たちのね、学部の人気上がっちゃうからやめてよちょっと思ったけど、まあまあでもありがたい。影響力。そうですか。工学部 2.4 倍。ああ、そうなんですね。工学部全体ですけど、学科がないので、コースが7個に分かれてて、第7希望まで受験の時、いつだ、受験の時に書くんだっけ？受験の時か、どこだろうね。出願するときに。ああ、出願か。何か僕が何か分からなくて選んだなって分かんないなって思いながら返したエネカン第一志望でした。第一志望だったんですけどね、みんな珍しいっていうエネカン第一何してるか分からないっていう名前だけで、確かにまあまあ難しいよね。おすすめです。いや本当におすすめ。何やりたいか分からないとかだったらすごい、ヒントこれでもいける。そう、私 AI は研究したし、なんか私はなんか理科みたいなことで、クラスレートハイドレート機械の設計とかもできるし、私はもう地学系で入学してるんで、理学部物質地球科学科の地学系で30人ぐらいの席をみんなで奪い合うっていう。でもまあまあそんなにね、大体 2,3 倍の倍率ですけど、私2年の時にあの物理理学の物理系から、うん、あのその地学系に行った友達してます。なんかそういうことも一応やろうと思えばできるんですね。試験とか頑張れば。試験とか面接なんだろうね。なんかあるよね。
受験の、ね、うん、そう変化もあるし、学科を変え、そうそう、変部もあるし、うん、どうにでもなり、うん、まあ本人たちはめちゃくちゃ頑張ってたけど、うん、そうどうにか、うん、ちょっと途中で違うかなと思っても、うん、自分はできます。法学部から法学部に卒業してますし、なんか面接とかいろいろ頑張ったりしますけど、好きな、法学部の私からちょっとあれがしいですけど、本人のやりたいこと。じゃあ大学の話になったんで、ちょっと大学の話に。必要単位はもう取り終えましたか、二人は。はい。お、取ってると思います。お、素晴らしい。まだ出てないよね。見せてなければ。うん。まだ出てない。琉球大学は3月1日に今年成績開示なので、そこで、はい、落としたかどうかっていうのが、GP いくらか。今期落としてなきゃ、もうあとは卒業研究。というか、その4年生で取んなきゃいけない授業以外は、もう OK。優秀3人ちょっと優秀なんで、ごめんなさい。結構落としてる人いますよ。結構いる。なんか他の学部もいるし、だから頑張ってたんだなって、私たち。本当にそうです。したことないですね、言ったら。えって言われること。大学入って、まだ落としたことないことをフルタンって言うんですけど、昨日飲み会あって、そのバイト先の。はあはあ、で、私フルタンだよってこう、なんかね、ちょっと普通に言っちゃったんですよ。どうやったら取れるんですかって言われて、課題出してるのって言われて、それが難しいんですよねって言われちゃった。授業には行ったらなんか、うん、どうにか、うん、友達作るのかよって、やっぱり。私結構友達に、この問題などうしたらいいか。自分もこうなったんだけど、ちゃんとね、交換条件出して、うん、自分が聞くだけがダメなんで。生きる術よね。でもなんか友達はその友達作りが難しいって、なんかコロナ禍もあるし、あ、はい、私たちはちょっと少数学部っていうか少ないかもしれないけど、もっと100人単位の学部の人たちは、それこそ告知とか、そうそうそう、どうやって友達作るのって言われてました。サークルみたいな、とても難しいよね、どうやって作るの。あー、でもなんか話しかけたら誰でも、いや、でも私、いや、でも私の体感的にも同じ感じで、なんか人って話しかけられるのを待ってるから、だいたい来られたら答えるし、みたいな。一回 LINE 交換しようって、一回断られたことあるんですけど、学科の人に、よかったら LINE 交換しようって言ったら、嫌ですって言われて、すごいすごい、どうしようって思ってたり、女子ではないけど、そういう感じの子だったから、まあ、しょうがないかって思ってたけど、ちょっと気がつく。でも私は珍しいそれは。でも私も結構 LINE 交換しよう、インスタ交換しようってごまかしちゃう。グループに入ってるからね。そう、なんかああみたいな。マジで。いや、なんかね、すごく嫌です。いや、嫌ですって言わなくて、なんかその大体私一人じゃなくて、ふんわり周りにちょっとみんなで交換しようよって言うから、なんかあんまこの人わかんないなって人はちょっと遠のきます。すごいね、そんなことできる。あの春先はちょっと怖くて、ああまあ確かに、それをいろんな人いるから、最初はちょっと考えたほうがいい。最初そう、サークルいろんなところに顔出してたら、なんかわかんないけど、話しようよって先輩とかに、なんか、まあ、一応自分の地元高校も乗ってたりするから、高校にとか思って、なんかうーんみたいな、あーってちょっと流して、まあまあまあ、ある人はいないと思うけど、なんかちょっと怖くて、誰か一人を捕まって、その周り、仲良くなる。すごいこと知るね。まだ、もしかしたら、仲いい、なんかグループの大きいところを捕まえて、一人と仲良くなったら、そうね。私そうだった。だったかもしれない。グループというか、まあまあ女子が少なかったけど、ああ、確かに。そうね。みんなでキュキュッとしてる中で、ちょっとおしゃべりに。うんうん、ちょっとこう中心にいて仕切ってくれることを仲良くなったから、ちょっとグループ入れたなみたいな。最初はそんな感じだったかな。受験生なんか友達作りのことを考えたら、多分受験頑張れるなって私勝手に思ってて、私も頑張れる。憂鬱？友達作りのこと考えたくない、受験の時に。でもそれも不安になっちゃう。なんか受験終わってもまた友達も作りに来てるし、なんか授業どうなってるってなっちゃう。え、友達の時に楽しみだったんだよね。すごい。誰もいつもみたいな、なんか、全く誰もいないところに来たっていうのが、自分は県外だから、誰も知らないから、知らない人を見つければ、その人一人なんだから。確
確かになるほどね。話聞いてるかと思って。そう、なんかさ、変に同級生いたらちょっとさ、恥ずかしかったりあるけど、うんうんうん、もう誰も私を知らないから。確かに。まあ、性格もそう変えれるしさ。新たな私を行こう。イメチェンみたいな。大学デビューのチャンス。確かにな。受験生今。何を楽しみに生きてたっていうか、あの、共通テストの時とか、それが終わった、あの、なんだっけ、2時までの時間。何も考えてなかった。うん、楽しみなかった。マジ。え、結構私受験とかそういうの苦手で、人生において、まあ、高校受験、大学受験、受験したけど、すごい嫌で、うん、ずっと、なんか、ああ、もうやだ、もうやだったかな。うん。その時はでも趣味に走ってたのかな。そう、オタクというか、そう、好きなもの、推しを見て、頑張るかって。でも、最近気づいたのが、推しが輝きすぎてて、なんか自分なんかみたいな。あ、なんかすごいキラキラしてる、なんか自分は何してんだろうって言って、またちょっと落ち込んじゃうんで、まあ、ほどほどの推し活かなって、最近気づきました。中江はどうやって生きてたの？ドキドキ。嫌なのは嫌だった。うん。嫌だったけど、沖縄って気づかだけにはワクワクしたから、ダイビングが死ぬまでにやりたかったから、ミク、そうそうそう、いや、私も、もう、ユダイって決めて、あ、サークルを見たかも。あー、うん、で、あ、もうここに入る、絶対に。もう心に誓って、入って入学して、もうそこを一心不乱に、入部したいです。あ、私もそうだったかもしれない。うん、あ、本当？そのサークルかも。うん、楽しみにして、いっぱい楽しいことあるからな、サークルとか。そうかもしれない。ネットの情報ってのは怖くないかな。本当に危なくないのかな。そのサークルって怖くないんだ。え、でもなんかさ、龍大のホームページにサークル活動が書いてるから、それはなんか大丈夫なのかなって勝手に思ってたけど。うん、なんか全部信じられなかったから。いや、でもなんか。なんでそんなとこだけ。ダイビングできるかなぐらいの気持ちで。あと、マンゴーとか食べたいなって。食べた？ちゃんと食べた？いや、めっちゃ食べてるよ。めっちゃ食べてた。フルーツパイナップルとマンゴー食べれる、幸せ、うん、そうね、パイナップルね、学食でほぼ毎日出るもんね。そう、いや、買っても安いし、そうそう、そう、安いし、うん、っていうか、沖縄ってなると復帰って楽しいかもしれない。うんうんうん、確かに。そう、もっとだったらね、さ、3日4日とかで旅行でバッと住めるところを、うん、4年間も住めるから、ね、留学。そう、私は結構4年間の修学旅行の気持ちで来てる。なるほど。遊び尽くそうっていう気持ち。だからね、今年ちょっとね、3人でちゃんと遊びに行こうって。いや、本当に確かに言ってるけど、島行こうよとか。そう、ダイビングちょっと経験してたから、桃香をね、連れてってあげよう。でも私、ライフジャケット着たら溺れるのに助けて。意味が分かる。着たら溺れないよ。逆に、ガーッて。ライフジャケット着て溺れたこと、溺れたっていうか、なんかそのライフジャケット多分良くないやつ。やば。え、違う、中井に助けてもらった。あ、そうなんだ。記憶にないんだけど。マジで、なんか。なんかそんな深刻な、なんかガチで、なんか、あの、ぶっ倒れたとかじゃないんですけど。意味に慣れてなくて。そうそう。なんかでもそう、難しそうでも、あれそんな難しいかな。まあそうだね。多分なんか多分浮くっていう姿勢がうまくできないのに、ライフジャケット着て、あの、何それ？こうなったみたいな。ひどいね。なんかあってから。カッてしてたら浮かばずなんだよ。そうそうそう。動いたらなんか変にさ、緊張してたんじゃない？あ、力力んでてみたいな。そう。いや、そうね。私たちじゃあちょっと命守れないかもしれないから、ちゃんとガイドさんつけようねっていう。そう、お金払ってでも、ガイドさんつけて楽しもうかなって。まあ、それかなんか、ぷかぷか浮いてるだけでも私は楽しい。海蛇に追いかけられなければ私は楽しい。そう、追いかけられたんですよ。そうなの？桃香さんとともに。本当？だから私、守れないと思って。全力で二人で逃げて。ありましたね。そうなんだ。一緒に桃香引き付けた人は最初に上がってたから、うんうん、助けてって言えず。なんで一緒に行ってた人上がっちゃってんの？何人くらいで二人に分かれて。ああ、なるほどね。そっか。しかもなんか後から聞いたら、海蛇ってなんか体温で追いかけてきてるから目見えてないよみたいな言われて、そうなんだ、多分私はその知識がなかったから、多分なんか普通に追いかけられて怖いだったけど、あった方がめっちゃ怖かっただろうなと思って、仲良くごめんって思いました。そう、危ないものって知ってる方が怖いよね。そうそう、怖いよね。そっちにさ、知識が入っちゃうと逆に怖い。そうそうそう、よりも何倍強い毒だって言われてたから、これ噛まれたら私
聞いてなかったから。守れないから。そうね。やばい。久保さん、コメントありがとうございます。琉大病院や医学部と完成する頃は、皆さん卒業されてるのかな、それとも4年次かな。多分、卒業して、うんうん、私たちが卒業した3月の、その次の春とかにできるんじゃないかなって思うんですけど。令和6年度になってて、一応、こっちの方には、6年度に、調べてくれて、はい、移ります。6年度。今は5年度。4年度で、春から5年か。ってことは私たちは卒業してますね。そうです。そうあ、そう。何も間違えてなければ。うまくいけば卒業、もしくは陰性ですね。多分大丈夫ね。多分大丈夫。取り忘れとかする。取り忘れめっちゃ怖いね。怖すぎる。そうですね。だからなんか医学部がこっちに移って、割とちょっと離れてるんですよ。車、琉大の千村キャンパスから、ね、今あるキャンパスよりも。の方までは、うん、ぐらい車で混んでなかったら10分以内には着く。10分ですか？いや、無理じゃない。2、30分じゃない？そうだから、か遠いからどうするのかな、うん、なんか、今の2年生の子は、なんか引っ越すみたいな。医学部？うん。こっちの方に引っ越すみたいなのをちょっと聞いたことがあります。こっちの、ほんと、近い、が上がってるみたいな。発展してるしね。高いもんね、物価も。なんかね、家賃とかが上がってるらしい。かわいそう。かわいそう。確かに。じゃあ、家賃安いから。まだね、そこに住んでていいんならそっち住むけどな。うん、じゃあ、ちょっと盛り上がりましたが、はい、そろそろリクエストソングを一旦挟もうかなと思います。今回は桃代に選んでもらいました。じゃあ、はい、曲紹介お願いします。それではお聴きください。関ジャニ∞さん、改めスーパーエイトさんで、アメモネです。
ユダヤイビーンをお聞きの皆さん、こんにちは。本日のパーソナリティは、理学部3年次の若菜と、工学部3年次の桃花と、工学部3年次の桃代です。先ほど流れ、今流れてる、関ジャニエイトさん、改めスーパーエイトさんの姉もねなんですけど、はい、さっき分かったことが、ちょうど10年前にリリースされた曲、すごいね。すごい。10年前、本当に2月19だっけ ?2 月19です、ね。僕、ちょっと話聞いてなかった。ちょうど10年前です。曲聞いてた。嬉しい、嬉しい。それは、そう、知らずに、ね。かけたけど、10年前だって。ぴったり10年前だもんね。すごい。でも、それでさ、興奮がちょっと、永遠に押し続けるしかない。あ、19日って言った。そうそう、2月19。17だよね。うん、すごい。おこれは、ね、カップリングの曲なんですけど、あ、すごい好きな曲なんです。で最近、スーパーエイトさん、うん、難しいね。スーパーエイトさんが、うん、音楽を聴けるように、サブスクで解禁したので、これで私の好きな曲をいろんな人におすすめできるように、なりました。もしかして今、ハーって入りました。すいません、ちょっと。めっちゃ効果音みたいな。いいが。なるほどね。へぇー。ぜひ聴いてみてください。カップリングもいい曲いっぱい。いい曲だった。いい曲だけ聴いたけど、いい曲だった。朝も、モーニング音楽見てた。へぇー、おしゃれ。そうなんだ。準備の途中。目覚まし音楽。あ、なるほどね。目覚まし音楽って、嫌いになってた。うん、なるなるなる。わかるよ。私結構嫌いになってた。なんかでも、自分の中で。好きな曲になる曲もある。珍しい。2、3曲自分の中でそれの中で1曲これで。ああ、なるほどね。聞いても嫌いになる。ええ、いいな。おすすめです。絶対嫌いになるけど珍しい。そう。なんかね、飽きちゃうやん。しかも、そう、頭出し聞いたらわってなっちゃう系が多いかなって。そう、おすすめです。自分に合ってるのかみんなに合ってるのか。でもなんか爽やか系のちょっとなんかね、良かった。聞いて、うん、よかった、聞いてみる、ちゃんと。ありがとう。はい。10年前か。10年前ってちょっとなんか、やばいね。10年前だよ。ちなみに、いつから、桃代は推してたの？小学生の時から。いいね。今年、15周年。うん。で、9年目の、9周年のライブに初めて来たので。もうもうもう。15。どうなってる？6年前って小学生じゃない？15じゃないか。もっともっとだよ。え？いくつじゃん？だって私の推しは12年ぐらい経ってるよ。もう今わからなくなってきた。小学校の時からでも推してるんでしょ？なるほどね。じゃあもう10何年推してるよ。小学何年？小学4か。でも13年。私今変な計算してるよね。15周年ではない、絶対に。絶対にしか。そう。20周年か。すげえ。20周年だな、絶対。そこまで長く押して。間違えました、みたいな。押しかって、本当に。本当ね、じゃあしっかりしたし、どうしちゃったの？ちょっとパニックになってるかもしれない。なるほど。ってなことを言わないようにします。ということで、リクエストソングのコーナーでした。はい。じゃあ、ここからは、龍大郵便とか、龍大、ブロードキャスト部についてちょっとね、アピールをしていきたいなと思うんですけど、もし質問があったら、どんどんお待ちしてます。今、新入生や歓迎期間なので、絶賛、サークルの紹介の回を今、そろそろしようかなって、思ってるんですけど、どのサークルよりも先に、じゃあまず私たちのサークルをアピールしようということで、そう、お願いします。お願いします。じゃあまず、じゃあ、龍大ヤイビーについて、私は、2年生、今3年生で、2年生の春にここを知って、なんか興味あるんですけどって連絡して、2年生の時には放送2回ぐらいしか出てないので、まあ、ほぼほぼ3年生から始めたみたいな感じなんですけど、2人はいつから始めてますか？じゃあ、桃花から。あ、私は今、1年生の夏くらいかな、に、先生のところに、産後の先生が瀬底にいらっしゃるので、その先生が出演していただいたときに、取材って言って、ジムの方に、はるばる高速バーって、瀬底まで乗っけてってもらって、取材に行った放送が初めてでした。何で知ったんですか？あ、それは、中江、
桃代さんの紹介ですね。あ、はい、紹介です、ね、はい、そうなの、うん、一緒にやらないって。じゃあ桃代はいつから、うん、自分はもうこれが始まる前から、うん、企画の段階、うん、へえ、一番最初の時にも見せてもらう、第1回の時に機械、うん、ミキサーを見せてもらってたっていう、もともとミキサー志望だったので、そうそうそう、なんかそっちのイメージだった、うんうん、え、企画って何してたの？なんか、この企画段階。そう、なんか、どんな内容にするかとか、先生に名前にするか。あー、え、名前の会議いたの？いいな。すごい、楽しそう、うん。そうだったんだ。インスタやるかとか。あー、なるほど。そう、言い合ってるって、あ、先生、あの、広報の方も含めて。あ、そうそう。え、放送部と広報でやってたのかな？放送部は違う。放送部は別で。あ、そうなの、うん、放送部でやりたい人来ませんかみたいな感じで。あ、そういうことね。放送部あるんだったら、声かけてみるか、声かけられるみたいで、自分放送部にもともといたので、なるほどね。そこからとっても来ました。へぇー、そこに引きずられて、引きずられて。1年生からか。楽しかった。引きずられていて、今もう部長だもん。そう、部長になっちゃったから。確かに。私なんて3年生から副部長からなっちゃって、ごめんねって感じはもう。申し訳なくて。ありがたくて、ありがたく忙しいのでね。そうそうそう。私は今ね、もうこれだけだから。全然動くよーとか言って。サークル化したからね。副部長名乗らせてもらって。え、でも、一応会計だからさ。会計。三役。上層部じゃん。そうそう。上層部。ユダヤ上層部。そう。部品も取ってないのに会計がいるっていう。なんか、遊ぼうって時の。そうそうそう。遊ぼうって時の徴収係。そう、お願いしてる。頑張ってます。大切ですから。そうそうそう。新入生の皆さん待ってます。待ってます。はい、待ってます。すごい楽しい。なんか、やりたいって言ったらそれもできます。うん。何も。そう、やってみたいなとか、そう、絶対サークルに所属しなくても、やってみたいなで一回来てもらって、楽しかったら入ってもらえればいいし、そうそう。私、去年の新入生が言ってた、うん、だよ話なんだよねって聞いた話ですごい、なんていうの、去年の1年生、今の1年生か、うん、新入生が言ってた話を若菜から聞いたことで、なんかすごい、あ、素晴らしいと思ったのがあって、うんうん、小見さんが、なんか、うん、なんか、自分はここで、ユダヤイビーンで、ユダヤイビーンってブロードキャスト部で、自分が何が好きなのかとか、何が向いてるかっていうのを、なんか、探したいので、この活動やってますみたいなこと言ってて、え、感動しちゃったよね。感動した。そうなんか、そう、私たちもサークル化を初めてしたから、ちょっといろんなね、ことでぐらついてて、そうそう難しくてよくわかんないし。新メンバーなのに1年生に結構頼ることもあって、なんかごめんねって言った時に、いや、僕が好きで、来てるんだよみたいな。そう、なんか教授とかに話聞いたり、学生の話を聞いて、自分の興味あるのはこれだっていうのを見つけたくてやってるんで、全然クズとかじゃないですよって言ってくれて、え、めっちゃいい後輩と思って、あーってなりました。ね、マジで。そう、わかんない。なんか何をしたいのかわかんない人は、うん、そう、教授のね、話をこんなに聞ける場合はないので、うんうん、おすすめ。すごい後輩の方に助けられてる、ね。そう、本当に。ありがたい。本当に入ってきてくれてありがとう。ありがとう。誰でも待ってるよって感じ。そうそう、サークルの楽しいとこってそこかなと思って、なんか、食べりに来ても別にみたいな。そう、私たちなんてそれこそできたばっかりだからさ、あんまりその、なんていうのかな、上下関係みたいなのまだね、そんなないし、2年生いないしね、今の2年生。そうそう、今1年生と3年生と4年生しかいないので、なので来年は院生1人と4年生が5人と、うん、2年生が何人いるのかな、5、6人ぐらい、だいたいそのくらいかな。で1年生いっぱい待ってます。待ってます。そうそう。で、え、ちょっとなんか自分がこの回なんか印象に残ってるなとかありますか？あーでもそれこそ、あ、でも私サンゴの先生にあの、うん、もう一方あの、うん、出させていただいたことがあって、その時のライマー先生って方なんですけど、うん、サンゴの先生であのタツキと一緒にやってたんですけど、うんうん、すごい楽しくて、なんか大学のレポートの話とかも謎にしてて、へぇ、いつも、すごいな、それって、あ、そっか、1年生の時とは別の3号の先生だった、はい、そうなんだ、なんか、いろんな先生がいらっしゃって、あ、そう、うん、そうですね、すごいなんか、いっぱいダイビングとかもしてらっしゃって、なんか自分で行かなきゃいけないらしいんですね、あそこの研究室にいたら、自分で研究するサンゴは自分で取りに行くとか、もしくは見に行くとか撮影しに行くとか、うんうん、あ、すげえ楽しそうと思ったのもあったりとか、うん、いろんな話ができました。なるほどね。見てください。桃代は何かありますか？印象に残ってる。
今もうパッと出てきたのは、うん、今の、まあ、配属されてる研究室の先生の話を聞きに行ったのが、うん、あの先生の話を このラジオで聞いたから、この研究室に入ろうって思ったなって思ったので、すごい。工学部の。やってよかったなって。研究室を考えるときに、あの時、ああいう話、もともと第一希望じゃなくて、話を聞いてた時だったんですけど、考えるときに思い出されて、うん、こういう、ここ入りたいかも。へぇ、すごい。きっかけになったのが、それなので、それで、宮田先生の、どっち ?1 回目の回。1回目の回で、あ、こういう研究室もあるんだって、まず、自分のコースの中に。っていうのもあって。たのが印象的です。あとなんかギターウクレレで来たか、弾いてたね、うん、弾いてくれたの、なんかこんな関わりやすい先生いるんだなっていうのもあって、あ、ね、確かにそれはある、うん、なんか教授って言ったらさ硬いって勝手に思ってたけど、うんうん、意外とラジオでこう話してたら、うん、でもすっごいフランクだし、うん、すごいいいって思うよね、うん、本当に自分の学科の先生は確かに仲良くはなるし、うん、なんか面倒見てくれてたりするけど、他の学科の先生ってどんな感じなのかなっていうのも聞けるのもいいよね、うんうん、私は、今年の初めに、ナハハーリーの放送をやったんですけど、はいはいはい、その時が、3年生の頭、初めての一人メイン、うん、メイン初めてだし、うん、私一人にゲスト5、6人来たんですよ。めっちゃいっぱいだったよ、ね。そう、すんごい緊張して、もう何日も前からシナリオをこう練って練って、で、なんかそのハーリーの映像も見せたいなって思って、うん、まあ、その YouTube 配信とかのツイキャスだったら見れたと思うんですけど、うん、見やすいように切り張りしてとかをやって、すんごい大変で、あれはちょっと燃え尽きました、あれで。だからしばらく出なかったんですけど、広報の人とかも一緒にね、ちょっと大変だったから、そう、それが一番思い出かなって感じです。Z さんコメントありがとうございます、はい。ラジオに出たり、先生から直接話が聞けることで、勉学に励もうという動機づけになりましたか、ももか、どうですか。あ、私は結構そうですね。なんか自分のやってる内容も頑張ろうと思ったし、それ以外での知識もつけたいなっていうふうに思いましたね。うん、思いもやりました。なんか他の先生から大学時代こんなことしてたよって言われたら、確かに頑張ろう。わかる。やろう。遊んでたよって言われたらめちゃくちゃ遊んだな。わかる。ちゃんとね、従って。私もありますね。なんか遊んでたよとか、なんか私勝手に大学教授って高校出て大学出て大学院出てもう研究してみたいな、ずっとそのルートだと思ってたから、意外と就職経験してたり全然違う道を歩んでる先生もいて、そういう人生もあるんだみたいな、そうそうそうって思ったりもしましたし、なんかね、本当にこんなに教授と話せる機会はないので、いや本当にない、一番喋ったんじゃないかなと思う。みんな先生とコンタクト取れて仲良くなれるから、おすすめです。大学の中とかで先生とかやって他の学部の先生でもできるので、あるね。謎のマウント。そう、あるから楽しいと思う。自分から望んだら、なんかいろんな先生のところに行けるから、おすすめポイントです。うん、ユダイアイビーン。おすすめです。じゃあ、ちょっといい感じで終わったので、そろそろお別れの時間が近づいてきましたので、はい、大学生のリアルな悩み、悩み相談したかな？ちょっとアピールばっかりしちゃった。いや、龍大IBブロードキャスト部の魅力はお伝えできたでしょうか。はい、この後 CM の後はエンディングと来週の予告になります。はい、ぜひ最後までお聞きください。どうしてさ、雄大 IB を知ってくれてるのかな、視聴者さん。それが気になる。なんか、ずっとさ、FM ギノワンをずっと聞いてくださってる方もいるけどさ、どうやって知ってくれてるのか嬉しいんだけど。
気になります。機会があったらまたなんか教えてほしい。え、なんか私たちが質問する回とかできないのかな。なんか、そう。でもそれこそ学生会がやりやすいよね。そしたら。それ先またやろう。いや、でもさ、みんながインスタ見てるからよね。でも、ツイキャスをやってるってことは、ツイッター X をやってるってことなのかな。そういうことではない。そういうことなんじゃないか。そっちで聞いた方が知ってんのか。ゆうだいやいびんをお聞きの皆さん、こんにちは。本日のパーソナリティは、理学部3年時の若菜と、工学部3年時の桃花と、工学部3年時の桃代です。はい、初めての3人、女子3人ラジオでしたけど、どうでしたか？なんだかんだね。ずっと喋ってましたね。びっくりしました。普通の、なんか私たちが集まった時の回みたいな、ちょっと。ね。行きの車も同じような話してた。ずっと喋ってた。そう、なんかその延長線上だったけど、ね、こんなんで大丈夫だったかな。まあ、私的にはなんか割とブロキャスのいいところとか、なんか入ったら、入った時の2点。そう、聞いてほしい。ぜひこれを1年生にアピールして、この放送聞いたらいいとこ分かるよって見せれるかなと思ったんです。あと工学部と理学部のセリフ。そうだね。ぜひ来てほしい。本当に。ね。理系じゃない子もいるから。いや、本当に本当に。告知の子もいるし。うん。いろんな人にいっぱいいてください。お願いします。お願いします。いいですか？じゃあ。それでは、はい。雄大郵便からのお知らせです。はい。お願いします。はい。この放送は、FM 宜野湾やツイキャス、YouTube からリアルタイムで聞くことができます。ツイキャスでのコメントは番組内でも紹介しますので、どしどしお待ちしております。また、YouTube ではアーカイブ放送を行っています。ぜひ、過去の放送などもお聞きください。はい。シナリオをちゃんと読んでいただいてありがとうございます。初めて読んだよ。嘘、めっちゃ読んだよ。めっちゃ読んでる。はい。次回の放送は、じゃあ次は桃からお願いします。はい。次回の放送は、2月24日の土曜日、同じく13時から生放送を予定しています。ゲストは、留大附属病院の栄養管理部の大城千佳子さんのご予定になってます。パーソナリティは、私も、桃花が務める予定です。はい、ぜひ見てください。はい。見てください。ちょっと余った。はい、おしゃべりしよう。高橋さん、コメントありがとうございました。今日のリハビリお疲れ様でした。久しぶりのリハビリ。確かに。うん。1週間ちょっと。再放送だったので。いやね。高橋さん、ちょっと質問さっき。朝の移動あるのかな。葬儀によって医学部がね、そう、移動あるのかなって、なんかあるらしくて。共通教育はセンバルで受けて、そう。となっちゃうのかな。医学部は、なるからどうなるんだろう、みたいな。実際私たちも共通教育は共通教育で受けて、そうそう自分の学部で受けて、移動はありますよ。なんか、留大と医学部をつなぐバスを考えてるんだけど、やっぱ沖縄、そう、沖縄のバスも結構パンパンだから、難しいかもしれないっていう話をこの間ちょっと聞きましたけど、どうなるのかなって感じですね。うまくできるのかな。どうなるんだろう。面積追い抜いてくれないかな、留大の。ああ、でも広くないかなっていうことだけ考えてます。え、でも留大が別にさ、病院移動だからさ、減って増えるから。うん、そんな、どうなんだろう。そんなないですよね。大学専用のバスは作れそうよね。本当ですよね。作ってほしいけど、多分、毎月遅刻するんじゃない。ね。って感じですかね。はい。よろしくですね。あったら私たちも乗りたいけど。私たちは見れないのかな。確かに。あ、でもさ、病院はさ、年末年始に移動急いでやるって言ってたよね。あ、言ってた、そう。そうなんだ。もしかしたらちょっとは見れるのかな。感じですね。はい。見てみて。はい。では、じゃあ、そろそろお別れの時間ですね。はや。本日のパーソナリティは、理学部3年時の若菜と、工学部3年時の桃花と、工学部3年時の桃代でした。ありがとうございます。次回もお楽しみに。斜めが書く。なんかコメントたくさんありがとうございます。雄大の。ちょっと読もう。
まゆゆさんありがとうございます。龍大の先輩方お疲れ様でした。お、はい、来年予定ですが、目が通うので、お友達になってください。お、うちマンゴー屋さんなので、たくさんマンゴーあげますよ。ありがとうございます。ぜひ。学部どこだ、理系じゃなくても理系でも全然。この間あれですよね、教育学部にコメントくださった方ですよね。うんうんうん、え、同じ人じゃない？まゆゆさん。え、でも来年じゃない？次じゃない？教育学部って。あ、ほら、あ、覚えてるよ、覚えてますよ。ありがとうございます。え、もっと待ってます。いやでもまだ結果出てないから予定なんじゃないかな。ああ、そういうこと。来年予定ですが、サークル見に来てください。まあまあ、サークルオリエンテーションやります。入ってもらえなくても全然いい。みんなだけ、そう、楽しんで。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。